こんにちは、マグハウスです。今回の動画のテーマは土地探しです。お家作りに必要不可欠な土地、一体どうやって探せばいいのか、お悩みの方はいらっしゃいませんか？今回は土地を選ぶ際に必要なチェックポイントを9つお伝えします。理想のお家作りには実は土地選びも重要になります。この動画を見れば自分にぴったりの土地を見つけやすくなるはずです。お家作りや土地探しを始めたばかりの方、土地探しに苦戦している方はぜひ参考にしてみてくださいね。今回の動画のポイントは5つ。1つ目は土地探しの前に知っておくべき基礎知識、2つ目は土地選びのポイント9つ、3つ目は土地選びの流れ、4つ目は希望の土地が見つからない時の対策方法、最後に業者選びのコツと注意点です。では早速1つ目のポイント、土地探しの前に知っておくべき基礎知識からご紹介していきます。土地を探す時、皆様はどうやって探しますか？おそらくインターネットや不動産のサイトから土地を探す方が多いと思います。希望のエリアや条件を選択するだけで、ある程度希望に近い土地情報を探すことができると思います。ではここで知っておくと便利な基礎知識を2つお伝えしようと思います。それは用途地域と容積率と建蔽率についてです。すでに土地を探されている方は何度かこの言葉を見たことがあるかもしれませんね。ではこれらが一体何なのかご説明していきます。まずは用途地域からご説明していきます。用途地域とは建築できる建物の種類が決まっている地域のことを指します。商業系、住居系など13種類に分けられていて、建てられる建築物の制限があります。例えば海沿いに工場が多く建っていたり、工場地帯の付近には住宅街がないという光景は皆さん見たことがあると思います。あれは用途地域によって計画的に区分されているためだったのです。用途地域をあらかじめチェックしておけば、その土地にどのような建物が建てられるのかが分かりますよ。詳しく知りたいという方はお住まいの市町村のホームページから確認できるので、ぜひ見てみてくださいね。続いて建蔽率と容積率についてご説明していきます。まず建蔽率とは、土地の面積に対する建物自体の面積の割合を表しています。せっかくなら土地を最大限まで利用してお家を建てたいと考える方も多いかもしれません。しかし建蔽率が高すぎると、防災面などで危険性が高まったり、お家の風通しが悪くなったりします。そのため建物のサイズを制限するために建蔽率が設定されているのです。建蔽率は地域によって設定が異なります。あらかじめ確認しておきましょう。建蔽率の求め方はこの通りです。敷地面積に対する建築面積に100をかけると求めることができます。大抵の場合は不動産やネット上で公開されている土地情報に建蔽率も明記されていますが、知識として覚えておくといいでしょう。また建蔽率と合わせて容積率もチェックするのが大切です。容積率とは敷地面積に対する延べ床面積の割合を表しています。この容積率が大きければ大きいほど、その住宅に多くの人が住むことができます。高層マンションやアパートなど容積率が大きい建築を建て、町全体の人口が増えすぎてしまうと、住みやすさに影響が出てしまいます。住みやすい町を作るために交通渋滞を避けたり、電力消費をコントロールするために建物のサイズを制限する容積率が設定されているのです。容積率の求め方はこの通りです。敷地面積に対する延べ床面積に100をかけると求めることができます。延べ床面積とは、すべての階の床面積を合計した面積です。延べ床面積には玄関やバルコニー、ロフトなどは含まれません。続いて2つ目のポイント、土地選びに必要なチェックポイントを9つご紹介していきます。注文住宅を建てる土地を選ぶ際には、どのような点に気をつければいいのでしょうか？注文住宅の土地選びに大切なポイントは以下の通りです。法規制、土地の形状、道路との関係性、地盤、自然災害のリスク、インフラ、周辺環境、日当たりや風通し、環境変化の可能性です。ではそれぞれのポイントについて詳しくご説明していきます。土地選びの際に気をつけるべきポイント1つ目には、
法規制が挙げられます。土地選びに関わる法規制とは、先ほどご紹介したような用途地域や憲兵率、容積率など法律で定められている事柄を指します。お家を建てたいと考えている地域の地区計画や土地に対してどのくらいの大きさのお家が建てられるのかなどは、早い段階でチェックしておくことが大切です。土地選びの際に気をつけるべきポイント、2つ目には土地の形状が挙げられます。土地の形状は大きく分けて正形地と不正形地の2つに分けられます。このうち注文住宅を建てるなら正形地が適しています。正形地とは長方形や正方形などきれいな四角に整っている土地のことです。シンプルな形状の正形地はお家の設計プランが建てやすいためおすすめしています。さらにお家を建てやすい土地は利用価値が高いため高く売れやすいといったメリットもあります。一方で不正形地とは三角形や L 字型などの形をしている土地を指します。個性的な形をしているため規格に合ったお家が建てられない場合があります。また利用しにくいため土地が売れにくいといったデメリットもあるのです。こうした理由から土地選びの際は正形地を選ぶことをお勧めします。すでにお家の形状や間取りに具体的なイメージを持っている方は正形地の方が理想を叶えられると思いますよ。道路の関係性も土地選びに重要なポイントです。例えばどの方角の道路に面しているのかによって日当たりなどが大きく変化します。南道路に面していればお部屋への採光はもちろん洗濯物が乾きやすいなどのメリットもあるのです。また間口の広さをチェックすることが大切です。間口とは道路に面した土地部分の長さを表しています。間口があまりにも狭いと間取りが限られてしまうことがあります。間口が広ければ人の出入りがしやすく広い駐車スペースを設けることも可能です。実は意外と重要な道路と方角の関係性、ぜひ実際に土地を見に行った際にどうやって車を入れようか、 LDK の位置はどこにしようか、光はしっかり入るかなど確認してみるといいですよ。土地選びの際に気をつけるべきポイント4つ目には地盤が挙げられます。地盤が弱い土地を選んでしまうと地震等の自然災害が発生した際に家や土地全体に大きなダメージが発生する可能性があります。さらにお家を建ててから長い年月が経つと土地が傾いてしまう恐れがあります。お家を建てるなら硬質地盤の土地を選ぶのがおすすめです。硬質地盤とは液状化などのリスクが少なく丈夫な土地です。大使館などの重要な建物を建てる際にも硬質地盤が選ばれています。日本はとても地震が多いため地盤もしっかりとチェックしておきましょう。土地を選ぶ際には自然災害のリスクを必ず確認しておきましょう。特にハザードマップや過去の災害について調べておくことが大切です。過去に土砂災害や津波の被害が起こっているか、川や海からの距離がどのくらいあるかなどもしっかりチェックしておきましょう。インフラなどの整備も土地を決める際にとても大切なポイントです。土地を決める際はお家が建った後の生活をしっかりイメージしてください。土地の周りにスーパーがあるのか、学校までどのくらいの距離があるのかなどもしっかりチェックしておきましょう。せっかく素敵なお家を建てても生活するのは不便だったと後悔するのは悲しいですよね。そうならないためにも土地の周辺環境もチェックしておきましょう。またお家の近くにガス管があるか、都市ガスかプロパンガスかなども確認しておくのがおすすめです。土地選びをする際には周辺の環境も知っておくことがおすすめです。気になっている土地がある場合には実際に訪れて近くを歩いてみましょう。公共施設の有無はもちろん土地の雰囲気や治安などは実際に見てみないとわかりません。住みやすい環境かどうかしっかりチェックしておきましょう。注文住宅を建てる際には土地の日当たりや風通しがいい場所を選ぶのがおすすめです。日当たりのいい南向きの土地は特に人気です。また風通しがいい土地を選べば換気がしやすく、お家の中に湿気がたまるのを防いでくれます。土地選びをする際には土地の周りの環境が将来どのように変化する可能性があるのかも考えておくことが大切です。例えば日当たりがいい土地を選んでも隣に大きな建物が建てば日光が遮られてしまいます。一方で公園や公共施設などが設置されれば
今よりも住みやすくなることもあるのです。自分たちが家を建てる土地だけでなく、周辺の環境や隣の土地などがどのように変化していくかも意識しておきましょう。続いて3つ目のポイント、土地選びの流れをご紹介していきます。お家を建てる際、どのような流れで土地を選べばいいのか、お悩みではありませんか？土地選びの流れは以下の通りです。予算決め、条件決め、土地探し、土地の調査、契約と住宅ローン調査。それではそれぞれの流れについてさらに詳しくご説明していきます。土地を選ぶ際には、まず最初に予算を決めることが大切です。まずはお家本体にかかる費用と土地の費用を合わせた総合金額を出します。その中から注文住宅の建築費と土地代などを配分していきます。だいたい住宅本体に 70-75%、 土地に 25-30% くらいの配分が妥当とされています。後から予算が足りなくなり、妥協する点が多くなってしまわないよう十分に注意しましょう。予算が決まったら、次に土地の条件を決めておきます。例えば駅からのアクセスしやすさ、学校の近さなど、いくつか条件を決め優先順位をつけておきます。理想に 100% 沿った土地選びはどうしても難しいため、絶対に譲れないポイントと妥協してもいいポイントを決めておきましょう。予算や土地の条件が決まったら、実際に土地探しをしていきます。あらかじめ決めておいた予算や条件にできるだけ合っている土地を探していきましょう。しかし 100% 希望に合った土地を探すのは難しいため、しっかりと優先順位を確認していくことが大切です。また住宅本体の見積もりがあると土地探しがしやすくなります。住宅会社も同時に探しておくのがおすすめです。お家を建てる土地が決まったら、次に土地の調査を行います。周りに山や川、海などがある場合には、特に慎重にハザードマップの確認を行うことが大切です。また住宅を建てるのに適している土地なのか、以前はどのように活用されていたのかもチェックしておきましょう。土地の契約をするためには手付金がかかります。そのためまとまった資金が必要です。土地の支払いに住宅ローンを考えている場合は、まず住宅ローンの事前審査を行い、あらかじめ借りられる総予算を把握しておきましょう。その後で土地の契約、住宅会社との契約、住宅ローンの契約時期をできるだけ近くに設定することがおすすめです。続いて4つ目のポイント、希望の土地が見つからない時の対策方法をご紹介していきます。ここまで土地探しの方法についてご紹介してきました。しかし希望に合った土地がすぐに見つかるとは限りません。希望の土地がなかなか見つからず、お家作りが進まないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな時の対策方法は以下の通りです。希望エリアを広げる、狭小地や畑竿地も視野に入れる、南道路以外も検討してみる、古屋付きの土地も検討する。それではそれぞれの対策方法について詳しくご説明していきます。希望の土地が見つからない場合、土地を探すエリアを少し広げてみるのがおすすめです。希望エリアを広げることで、それだけ様々な土地が見つかりやすくなります。どのくらいの範囲なら広げられるのかもあらかじめ決めておくといいでしょう。希望の土地が見つからない場合、狭小地や畑竿地も視野に入れることが対策方法として挙げられます。狭小地とは約15-20坪以下の小さな土地のことを言います。土地が狭く小さいため用途が制限されてしまいますが、通常の土地と比べて安いといったメリットを持ちます。また畑竿地とは間口がかなり狭い土地のことを言います。畑竿地は間口は狭くなってしまいますが、道路から少し離れた場所に家を建てられるため、プライベートを確保できるといったメリットを持ちます。土地のサイズとお家のサイズが合う場合は、狭小地や畑竿地も視野に入れることで希望に合った土地が見つかりやすくなるのです。日当たりがいい南道路は人気が高いため、南側のみで絞るとなかなか土地が見つからない場合があります。そんな時には南道路以外の土地も探してみるのがおすすめです。例えば朝に日が差しやすい東側や夕方に日が差しやすい西側なども人気があります。また日当たりが悪い場合でも窓の位置を工夫するなどして対策が行えます。南側以外の土地も検討してみましょう。なかなか理想の土地が見つからない場合には、家付きで売られている土地も調べてみるのがおすすめです。その際
土地を引き渡す際に古い家がついてくるのか、更地の状態なのか、解体が可能な古い家がついてくる土地の場合は解体費用がどのくらいかかるのか、解体費用は自分たちが払うのか、隣地境界線はどこかなどはっきりさせておきましょう。続いて5つ目のポイント、業者選びのコツと注意点をご紹介していきます。土地探しにおいて業者を探す際にはどのような点に気をつければいいのでしょうか。業者選びのコツと注意点は以下の通りです。施工会社はなるべく早く見つける。ハウスメーカーへの依頼がおすすめ。ではそれぞれの注意点について詳しくご説明していきます。土地探しにおける業者選びの注意点1つ目には、施工会社をなるべく早く見つけることが挙げられます。なぜなら建物本体の予算が決まらないと土地にいくらお金をかけられるのかが決まりにくいからです。また土地を住宅ローンで購入する場合に住宅会社と契約をしてないと住宅ローンを借りることができません。そのため土地を探している段階で施工会社も同時に探しておくのがおすすめです。土地探しというと不動産会社をイメージする方が多いかもしれませんが、実はハウスメーカーや工務店もおすすめです。不動産会社はあくまでも土地の取引のプロです。その土地にどのような注文住宅が建てられるかまでしっかりとイメージをしたいならハウスメーカーに相談するのが最適です。また条件に合わない土地であっても設計に工夫を加えることでカバーできる場合もあります。アフターフォローもあるため安心して依頼できますよ。初めての土地探しをするなら注文住宅の土地探しから設計まで行っている私たちマグハウスへ相談するのがおすすめです。予算の決め方や住宅ローンのアドバイスまで専門のスタッフが無料で行っているため注文住宅を建てるのが初めての方でも安心です。最後にまとめです。土地探しをする上で知っておいてほしい、押さえておいてほしいポイントをまとめたので、ぜひスクショしていつでも確認できるようにしてみてください。不動産やネットサイトに掲載されている土地の詳細情報からチェックしてほしいことです。続いて土地を選ぶときにチェックしてほしいこと9つです。続いて土地選びの流れとチェックしてほしいこと5つです。最後に希望の土地が見つからないときにチェックしてほしいこと4つです。今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。